叩かれるかもしれないけど、10日。近所の放置子が、昨日から行方不明らしい。昨夜10時頃、ドアを叩く音がした気がするけど、暴風雨だったので気にしなかった。子供の声を聞いた気もするけど、それも気にしなかった。道路は小川みたいになってたし、5歳の女の子が来られるわけないと思うけど。放置子のピンポン連打がうるさいので、チャイムの電源を切ってた。公園でたまに会う子で、一度うちの子と公園で遊んでから、なんでうちを知ったのか、幼稚朝がけで遊びに来るようになってしまった。どこの子かも知らないし、うちの子とは、年齢も性別も違うし、1歳の男児。何より、放置子特有のかまってオーラと、見て見てアピールがすごくて、以後、完全無視してた。母親は、彼氏と2泊旅行に行っていて、帰ったら子供がいなかったらしい。と捜索中の消防団の人に聞いた。菓子パンを大量に置いて行ったらしいけど、5歳児を2泊3日一人で置いていくってすごいな。子を持つ親として、自分でもひどいとは思うけど、やっぱり関わらなくてよかった。というのが正直な気持ち。母親は、はじめ、彼氏に独身だって言ってるから、警察沙汰は困る。大げさな捜索はしないで。って言ってたらしい。実の親子で、純日本人らしいけど、消防団の人が怒り狂ってた。うちは、妻が他界の父子家庭なんで、女の子と関わって、変な誤解されたら、困ると思ってたけど。つくづく、この末を見ていてよかった。でも、できれば無事に見つかってほしいな。捜索の手がかりになればと、捜索本部に行ってきたら、放置子は、昨夜だけでも、30軒以上のお宅にピンポンしていました。夕方から、放置子宅の周辺、公園付近、うち、午前になって、川の向こうの放置子の保育園の周辺、と足取りが。最後のお宅は、ピンポンが深夜2時過ぎで、奥さんが、インターホン越しに帰るように言ったそうです。その奥さんは、自分を責めて泣いてましたが、深夜のピンポンは、過去にも何度もあったと聞いて、驚きました。放置子の母は、捜索本部にはいませんでした。普段から、真夜中に出歩いては、知ってる家をピンポンしたり、深夜営業のスナックなどに入って、帰らなかったりしたそうです。私は自宅仕事で、義母が同居のため、まだ、息子が保育園に行ってないので、いわゆるママ友もおらず、情報に疎かったのですが、地域では有名な親子だったようです。かなり後味も悪いし、やはり無事に見つかってほしいので、息子を風呂に入れたら捜索に加わります。30軒以上の家が、どこもドアを開けていないというのが、放置子の所業を物語っていて、子を持つ親としては、何とも言えない気持ちです。フェイクは入れています。まだ見つかってないので、誘拐などの可能性もありますし、消えます。罪悪感もあり、一人でいろいろ考えてるのが嫌で、書き込んでしまいました。聞いてくれてありがとうございました。女児は、先ほど無事に見つかりました。もしかしたら、司法誌などに載るかもしれないので、詳しくは言えません。すみません。書き方が悪くて、誤解を与えてしまいましたが、女児は助けを求めていたのではなく、内心はわかりませんが、遊ぼう、と言って、各家庭を回っていました。食べ物も家にあり、お腹を空かせていたわけでもないようです。各家庭は、まさか、女児が一人で留守番しているとは思わず、危ないから早く帰りなさい。もう夜だから遊べないよ、と断っていました。母親も変わった人で、真夜中に、うちの子が寝ないので、お宅のお子さんを起こして遊びませんか?とピンポンして回っていたそうです。親子でそうなので、皆さん、関わり合いになるのが嫌で、ドアも開けなかったそうです。うちは、母親が来たことはないので、伝聞ばかりで、だそうです。ばかりですが。やはり、これからも関わり合いになりたくないのが本音です。何にしろ、見つかってよかった。生きていてくれてよかったです。